はい、こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。今回なんですが、こちら。島津の野望、ブリテンコンクエストのセーブデータリレーコラボイベントに参加させていただきました。すでにタツクマさん、ドンペリさん、シーラさんとプレイされていますので、私は4番目の走者となっております。ですので、まだ見ていない方は、まずはそちらからご覧いただけるとより楽しめると思います。それで今回の目的やルールですが、多分きっともう誰かやられてると思いますので、がっつり省きまして、もうさっさと本編に入りましょう。では私はいつも通り霊夢マリサに乗り込んで頑張りますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。あの猫本当に説明省きやがったな。しょうがないから現在の状況を確認しつつ、目標とかの説明もしていくよ。まず今回の企画だけど、島津でイギリスを倒して、撮影戦争の借りを返そうってノリで始まってるよ。そんなわけで一応最終目標は、ブリテン諸島の完全併合ってことになってるんだけど。今回、データを引き継いだ段階でまだ1557年だから、そんなに意識して動く必要はないかな。今はイギリスと戦うための基盤作りの時期って感じだな。それで、現在の状況だけど、一応日本はタツクマヒイ爺様とドンペリ爺様が統一したみたいだね。足利の独立欲求がほぼ 100% で言うこと聞かないから、この辺は注意が必要だな。海外領土はフィリピンの一部、インドの南部、マダガスカル、あとは台湾の一部とアラスカに入植してるみたいだね。ものすごい領土の取り方してるな。まあインドは完全にドンペリ爺様の仕業だろうけどな。ドンペリ爺様はインド好きだからねー。なんか借金してインドに行ったらしいよ。それでその尻拭いをシーラパパがやったみたいだな。私たちが清い体でいられるのはシーラパパのおかげだよ。シーラパパには感謝せねば。あとは現在の君主だね。言い忘れてたけどこのデータリレー企画では、君主がお亡くなりになったら次の走者に交代ってルールでやってるぞ。それで私が引き継いだ君主は、島津久恒さん34歳。そんなに若くはないけど何事もなければ30年くらいはプレイできるのかな。能力も2個、2と平均的だから、まあ長生きしてくれることを祈るよ。それから一応細かいルールで、ノー CD、停戦無視禁止とか廃着禁止とか色々あるんだけど、この辺は必要に応じて説明するよ。そういえばこれどうやってインドに行ったんだろうな。それはほら、あれだよ。ほのぼの神の力じゃないかな。そうか、ほのぼの神なら。あるのか？まあ細かい答えいいんだよ。そんなわけで、一応現在の状況はこんな感じなんだけど、ここからどうしましょうな。人のセーブデータをプレイする機会なんてそうそうないから、いろいろ戸惑うよね。多少説明を聞いたとはいえ、各プレイヤーがどういう意図でその地域を攻めたのかとか、全然わからないからな。まあ悩んでてもしょうがないから、ちょっと状況を整理してから考えよう。まず、現在島津軍主力はマダガスカル島にいるよ。キルワとは停戦してるみたいだし、シーラパパが遺言でマダガスカルについて触れてたから、亡くなる直前までキルワ戦してたんだろうな。それから今の同盟国はバフマニーとベンガルだね。同盟とかを考えると、メインで拡張してるのはインドで、空き時間にアフリカを攻めてるって感じか。どうやらそんな感じだね。ってことはこのままインド方面に拡張していけば良さそうだな。理想はそうなんだけどねー。何か問題があるのか？インド方面は現状請求権をつけられるのがビジャヤナガルだけなんだけど、そのビジャヤナガルの同盟がちょっと厄介なのよ。こちらの同盟国を呼んでなんとか軍量が上回るってとこか。結構ギリギリだな。しかも同盟国のマールワーなんだけど、現在、軍事技術が島津よりも、2レベルほど上なのよね。2レベル差はちょっと厳しいな。ってことで、技術差が埋まるまでインドは諦めることにしたよ。ちなみに実際には、同盟の少ないアーンダラに領土を売って、売った州に請求権をつけて攻めたり、ビジャヤナガルに宣戦布告してから、バフマニー領をマールワーに渡してさっさと追い出したり、いろいろ戦い方はあったんだけど、プレイ中は一切思いつかなかったみたいだよ。ほんと何も考えてないよね。なんか今さらっとバカにされた感じがするんだけど、そんなことより、インドに行かないならどこに行くんだよ。とりあえず手っ取り早く拡張したいから、小国ばかりのフィリピンあたりに手を出そうと思うよ。もともと少し手をつけてあるから、選択肢としてはありか。ということで、フィリピン拡張の準備、まず引き継いだ段階での主力艦隊だけど、なんかすごく残念な状態になってるな。詳細はわからないけど多分キルワ戦でやられたんじゃないかな。現在のフィリピン最大国家のトンドが、大型船を3隻保有しているので、とりあえず大型船を5、6隻揃えれば大丈夫でしょ。ってことで、大型船を建造開始。
対フィリピン戦準備中の1562年5月、アラスカ建国。これについては、私たちは何もやってないけどな。入植待ってただけだしね。同年8月、大型船がとりあえず5隻できたので、マギンダナオに宣戦布告。このマギンダナオ、フィリピン国家すべてと同盟組んでるのか。で、初回の海戦でボロ負けしたよ。敵側50隻もいるのか。同盟参戦してきた一プロビ国家連中の海軍力を侮ってました。この後、言うこと聞かない足利を利用して、トンド艦隊に一撃加えたものの、結局制海権が取れなかったので諦めて和平、ブプアンは単独和平で併合して、その他の国とは白紙和平したよ。いきなり負けてるやん。いや、一州取ったから勝ちでしょ。次勝つからいいのよ。そんなわけで停戦明けの1570年10月、再びマギンダナオに宣戦布告。今回は艦隊もバッチリ用意したよ。そういえばさっきから思ってたんだけど、この辺ってアプデで内海扱いになったよな。なんでガレイ船じゃなくて大型船ばっかり作ってるんだ。なんか昔の癖でこの辺りは大型船数隻用意しておけば、簡単に制海権を取れるって思い込んでるみたいだよ。頭の方はまだアップデートできてないみたいだね。なるほど、お前の頭が更新されてないだけか。あんたらめちゃくちゃバカにしてくるわね。こんなの勝てれば何でもいいんだよ。ってことで、特に問題なく勝利。まずはマイニラを併合して、トンドからは北2州を獲得。マギンダナオとは白紙は併したよ。なんで併合しないんだ。トンドが明の強硬国だから、直接宣戦布告したくないのよ。だからマギンダナオには予備輪代わりになってもらうよ。ちなみにこの戦争中に、越前でデブポチして活版印刷を受領しておいたよ。採用はもうちょっと先だな。それでフィリピン諸国とは停戦中だけど、この後はどうするんだ。モルッカかオセアニアに行きたいけど、栄誉を考えると先にオセアニアかな。ということで、準備を整えた1576年7月、ニュージーランドのワイタハに宣戦布告。初戦でいきなり将軍がお亡くなりになって、敗北したりしたけど、またやらかしたのか。これは私がやらかしたわけじゃないぞ。なんだかんだで無事勝利、同盟参戦してきた2カ国も含めて全て併合したよ。これで5州以上確保できたから、中核化が終わればオーストラリア建国だな。その前に残りの原住民国家にも仕掛けて、両国とも併合。さらに北にあるビテレブ、トンガにも宣戦布告。一気にフィジーにも進出したよ。そしてこのタイミングでオーストラリアが誕生。これで残りのフィジー国家を併合したら、またフィリピンだな。一応そのつもりだったんだけど、俺の草爪が死んじまった。ってなわけで、1586年、フィジー征服の途中で、私担当の島津久常さんがお亡くなりになりました。プレイ期間はほぼ30年ってとこか、あっという間だったな。フィリピンもフィジーも全てが中途半端で、全然やり足りないよ。なんだろう、思い返しても全く取れ高がない気がするぞ。実際にプレイした内容よりも、状況説明の方が長かったりするんだけど、こんなんでいいのかな？今更どうにもならんからその辺は諦めるしかないな。まあ、とりあえず私たちの終了時点の状況でも確認しておきますか。まず新大陸だけど、とりあえずカリフォルニアとメキシコに足がかりを作っておいたよ。うまいこと新大陸進出に使ってもらえるといいんだが。アジア、オセアニアはこんな感じ。これ自分でオーストラリア大陸に植民しないと、このニュージーランドにできたオーストラリアは、多分まともに植民してくれないだろうな。その辺は皇族の人に何とかしてもらうしかないね。あとアイデア枠だけど、一つ取らずに開けておいたよ。私たちはこのアイデア枠の恩恵には預かれないから、皇族の人に好きに選んでもらうことにしよう。こんなところで、私たちの番は終わりかな。結局私たちは何をやったんだっけか。海軍を再建した。アラスカができた。フィリピンとフィジー領を少し取った。オーストラリアを作った。以上。なんか一番何もやってない奏者になりそうだな。といったところで、今回はこれにて終了です。次の走者は治水さんになりますので、そちらも見てくださいねー。バイバイ。